タラエア193便墜落事故とは、2016年2月24日に、ポカラ空港からジョムソン空港へ向かっていた、ネパールの航空会社タラエアの193便が墜落し、乗員乗客23人全員が死亡した事故である。事故機は、2015年にバイキングエアが製造した DHC-6 から400シリアルナンバー926の機体である。10月にタラエアが取得し 9N-AHH として登録された。事故当時の累計飛行時間は300時間であった。193便はポカラ空港からジョムソン空港へ向かう飛行時間20分の便であった。午前7時50分に離陸し、ジョムソン空港への航路を取った。離陸から8分後に193便との交信が途絶した。乗員乗客21人が搭乗する193便が行方不明と判断され、3機のヘリコプターにより捜索が開始された。タラエアによると、出発地、到着地ともに天候は良好であり、離陸時の視程は 5km であった。墜落から2時間以上経過した後に、捜索のためにヘリコプターが193便の航路をたどったが、悪天候のために捜索は困難であった。当時のネパール陸軍の発表では、霧が出たために捜索に障害が生じていた。イエティ航空によると、悪天候のため3機のリコプターはポカラとガサで待機していた。これとは別にジョムソンの警察には、地元住民から、爆発音を聞いたとの報告が寄せられており、接近を試みていた。5時間後に、ミャグディ郡ダナから徒歩4時間の山中で、墜落地点が確認された。発見当時、機体の残骸は炎上し、遺体も燃えていた。警察、軍が現地に到着し、遺体の回収を行った。25日までに19人の遺体を回収している。乗客20人、乗員3人が搭乗していた。アナンダ・ポカレル観光大臣のもとに民海航空局前局長を長とする5人の調査パネルが設立された。当局者は飛行機が粉塵雲に飛び込んで衝突直前の1万フィートから1万3000フィート以上に上昇したと述べ、粉塵がギアを詰まらせエンジンの故障につながった可能性があると語った。事故の最終報告書が1年5ヶ月後に発表された。推定原因は有視界飛行中、空間識失調によって悪化した状況認識の喪失による通常の飛行経路からの逸脱である。犠牲者数では発生時点でネパール史上6番目の規模であった。国際民間航空機関と欧州委員会による重大な安全性への懸念が示された安全性評価の見直しを7月に控えていたネパールにとってこの事故は障害となることが予想されている。ありがとうございます。